こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、三浦春馬さんの自殺を利用する人たち。昨日俳優の三浦春馬さんが自殺したよね。めっちゃ辛いよね。もうまた信じられんちゃけど、三浦春馬さんのご冥福を心よりお祈りいたします。で、今日なんでこのね、三浦春馬さんの話題を取り上げたのかというと、ちょっとね、許せんことがあったとよ。まあ、何かというと、知ってる人もおるかもしれんけど、この三浦春馬さんが自殺したことをね、なんか政治利用というか安倍政権批判に結びつけてる人がおるとよ。そりゃあね、まあ政府批判は言ってもいいと思うよ。まあいかんとこもあるけんね。でもね、この三浦春馬さんを使って安倍政権が悪いとか安倍の仕業とか言ってる人、ほんとね、許せんよ、ミルキーブルー。ちょっとね、今後ろに出してるけど、もうこういったね、とんでもないツイートをねしてる人がめっちゃおるとよね。どう思う？日本人ってこんな感じやった？他人の死を利用してこんなこと許せる？このツイッターもね、ひどいけど、YouTube もひどいよね。あの、よく、なんちゃらの弟ですとか言う。なんかひどいのおるやん。そんなやって、湧いてるみたいよ、今回も。人の死を利用して、アクセスを稼ごうとする。これ、人間がやることかな。本当にね、ミルキーブルーは今の日本、絶対におかしいと思うよ。日本が壊れたというか、もう腐ってるよね、これ。まあ、ちょっとね、ミルキーブルーがちょっと感じた、三浦春馬さんのね、ツイートがあるっちゃけど、ちょっとそれを紹介したいと思います。三浦春馬、明るみになることが清いのか、明るみにならないことが清いのか、どの業界職種でも叩くだけ叩き、本人たちの記録を奪っていく。みんなが間違いを犯さないわけじゃないと思う。国力を高めるために、少しだけ戒めるために、憤りだけじゃなく立ち直る言葉を国民全員で紡ぎ出せないのか。まあ、これね、まあ叩くだけ叩き、気力を奪っていく、これまさに今の状況じゃない？ SNS のね、みんな間違いを犯さないわけじゃないと思う。まあ、今の世の中、芸能人が不倫したり、なんか間違ったことしたら、こう、めっちゃ叩くやん。マスコミも一緒やけど、マスコミと同時に普通のいろんな人たちが叩くけど、本当にそれでいいのかっていうことをね、言ってると思っちゃうね。批判するのはいいけど、誹謗中傷、罵詈雑言やら、不適切な言葉使って人を傷つける、おかしいよね。この三浦さんのね、国力を高めるためにっていうところも、結構いろんな人が誹謗中傷を食らわしてたみたいよね。おるやん、そういう人たちが。こう、国力だの、戦闘能力だのを言ったら、わーわー騒ぐ人たちがおるやん。
もうこの日本どうなってしまったの、これ。多分三浦アルマさんのこのツイートを見る限り、こういう日本じゃダメだ、変えていかないといけないっていうのをね、訴えてたんだと思うよ。まあちょっとね、こういうね、もう悲しいニュース、悲しい出来事、そしてそっから生まれる人々の醜さ、これをねちょっと今日はね、みんなと共有したかったというかね、もう許せんけんね、これ。悲しくなるよ。日本人、こんなんでいいのか。そう思うよ。変えなきゃいけないと思う。こんな日本は日本じゃないよ。ミルキーブルーはね、日本好きやけんね。今日は言わせてもらいました。皆さんはどうお感じになりますか、こんな日本の今の現実を見て。みんなしっかり考えてほしいと思いますよ。腐れた日本、それが今の日本だと思う。それでは